質問は夜化とはどんな境地でしょうか。じゃあ清盛さん、夜化ってどんな境地？驚愕的にいいですか。驚愕的に、まず3つの煩悩がなくなると知れまして、我見と疑いという煩悩と、あと開墾受験、他にまだあるので、まずは一言3つから。まあこの中で我見だけ、我見が一番大事だと思います。あるいは見受験とも言いますけども、まあ、我見が一番大事だと思います。我見がなくなった世界ね、これが夜か。我見って何？我見って、我見例えば、仕事して、こんな風に成果を上げていくんだな、上げていって、まあ一番ね、僕の感じる我見っていうのはね、ドラクエをやった時です。ドラクエやるとね、主人公がレベルアップしていくんです。で、今までね、何発もやらなければ倒せなかった敵がね、一発でこう倒せるんです。そうするとね、なんかこう自分が強くなったように感じません？感じますね。ね、これが我見。わかります？現実の自分は何も変わってないんです。自分のイメージの中だけの自分。その自分がすごく強くなったように思う。自分のイメージの中の自分っていうのがあるんですよ。そのイメージの自分が嫌われているんじゃないかと思う。イメージの中の自分が否定されているんじゃないかっていうふうに思う。その自分のイメージにとらわれた世界に私たちは生きてるんです。ね。例えばその賞を取ってね、何かの賞を取って、うわー上田さん賞を取って素晴らしいですねって言われた時に、いやー何でもありませんけどって舞い上がるようにこうなる。でも賞を取って褒められたからといって、私は何か変わったわけじゃないんです。私というものはね、例えばブランド品を身につけたからといって、大金持ちになったからといって、ノーベル賞を取ったからといって、何かが変わるわけじゃない。それが、ね、すごく変わったように思う。賞を取っただけで自分は 別人になったように思う。例えば、衆議院に当選した。そうすると、周りから先生、先生と言われる。そうそう、先生と言われるような人間なんだと思っちゃうんです。これが我見なんです。我見がなくなるってことは、これでイメージつくでしょ？ね？先生って言われても、いや、私は別に何も変わりませんけどっていうふうに思えるっていうことです。変に理想を持つんじゃなくて、ありのままの現実を、そう、ありのままの自分を受け入れた世界が夜化なんです。だから夜化に入るまでは、その人の評価にすごく、世間体とか人からどう見られるかとか、会社での地位とか、そういうものにとらわれるわけです。自分は少しでもみんなからよく見られたい、チヤホヤされたい、できる人間だと思われたい、そういうことにとらわれる。結果にすごくとらわれるわけです、ね、で、結果をよく見せるために帳尻合わせをしてね、できてる格好、できてる体を取り繕うわけです。そういうものにとらわれている世界が我見にとらわれている世界。
そこから例えば何か失敗をするとか何かを整理をするとか、そういうことを通して自分の姿を見る。自分の姿を見た時に自分っていうのは変わってないなってなるんです。自分はすごくお金持ちになった、でも自分の本質は何も変わらない。自分はブランド品を身につけてすごい人だと見られるようになった、だけど自分の本質は何も変わってない。ああそうなんだ、自分って結局何も変わってなかったんだっていうことに気づいて、ああこれからはね自分を変えていかなくちゃいけないって、うん、こういうふうに思うようになった転換が夜かなんです、うん、転換ってことは結構はっきりしてる。そうそうそう、はっきりしてる。だから今まではその自分がいい成績をね上げればそれで自分が変われたと思ってるわけです。お金持ちになったら自分はすごい人間になれたと思うわけです。大金持ちになったら自分はすごいすごいもう人間になれたと思ってるわけです。だけど大金持ちになろうが仕事で成果を上げようが自分の本質は何も変わってないっていうことがわかる。あ、そうか。この自分を変えていくことがね、幸せになるために大事なんだ。だからこれからは外からどう見られるかっていうことにとらわれるんじゃなくて、善に励んでいこう、良いことを励んでいこう、種まきが大事なんだっていうふうに思えるようになるのが夜かという境地なんです。例えばなんですけど、大内小内みんな、なんていうのか、自分善が、まあ、良い心になっていくことが成長していくことが、まあ、それが残っていくものだというふうに思ってやってると思うんですけど、はい、それのレベルがビシッと結果のものなんですか。その成長していくことが良い結果だとね思ってなくて、成長してお金持ちになることと成長して成果を上げること、それが崖なんです。だから成長したからといってね人から評価されなければ何の意味もないと思ってるんです。崖っていうのは。いやでも大内小内仏教聞いてる人って五章に残ってくものをやろうとしてるじゃないですか。五章、そう、仏教聞いてる人はね、うん、仏教聞いてる人は崖から離れていこうと思ってるわけですよ、うん、聞いてるじゃん。その崖っていうのは最後死んでる時には置いていくっていうことは分かってるから、うん、ね、それでもねさっきの話じゃないけど囚われるわけですよ、うん、その崖に囚われるから何か失敗したとなったら落ち込むと。いや、それでも自分を変えていくためのご縁にすればいいじゃないかっていうふうになかなか思えない。それだけ私たちはその外から見た自分にとらわれてるわけです、うん、そのとらわれてるそれを少しでもよく見せよう、よく見せようって努力してるんです、うん、まあ、夜間の人は例えば失敗したとしても、まあ、これ善行方便だと思ってる。そう、失敗したとしてもでもすぐに現実を見て現実の種まきが大事だって種まきに心がけていくようになるんです、うん、落ち込ま、あまり落ち込むことはないというか落ち込まない。いや落ち込みますよ、落ち込むけど、うん、それはその崖にが全くゼロじゃないからね、うん、落ち込むけどでも種をまいていくしかないと。でも夜川は崖がなくなるんですか。崖がゼロじゃないですから。ゼロじゃない、大丈夫ではゼロじゃないんですよ。そうなんです。自由形一応ゼロなんですけども、ちょっとそこは違うんです。そのゼロにはならない、ゼロにはならないっていうのは私たちは生きてる限り崖っていうものにとらわれるので、でも自分の中の意識としてその崖を大事にしてるのか、それとも自分の種まきを大事にしてるのかと、うん、なんかそこってそ徐々に変わってる、変わっていくものだと思うんですけど、なんか完成形みたいなのがあるんです。完成形、その囚われる心が減っていくってことです。
だから自分の中で何か我が崩れる経験をするたびごとにこう移っていくってことです。ということは完全なあの0か100かっていうことにはならない。まあ寄るかという、まあ、レベルがよ、まあ、どこかよくわからないけど、まあ、いやだから寄るかっていうのはね、流れが変わるってことなんですよ。ああ、はい。我見と心の種まきっていうふうに言うと、0か100かじゃなくて、こっち向きに進んでいる状態が迷ってる、うん、心の方に進むようになった状態が寄るかな。ああ、もう相対的なもんだけど、プラスの方向にず進んでいくような状態になったと。そう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 、そういう状態で。そうだから、こっち向きに進んでいったらそこには悟りがあるから、うん、だから我見がゼロになったんじゃなくて、我見の方向にどうしたらいい成果を残せるか、どうしたらよく見られるかっていうところにとらわれていた人が、それがそこから、いや心の垂れ巻きが大事なんだ、さっきの日常生活を楽しむとかね、うん、その心の垂れ巻きをしていって幸せになることが大事なんだ、そっち向きに心がシフトした、我見がゼロになったわけじゃなくて、そっち向きが幸せなんだと思って求め始めていく、その心の大転換が夜かなんです。大転換というか、自然体で、自然体でプラスの方向に向かった状態で、そう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 、まあ、マイナスのなる時もあるけど、まあ、相対的に全部総合的にはプラスの方にいってる。いやだから、まあ、心の種まきが幸せなんだと思えるようになった、うん、それが夜かな、うん、そう思えるよし、普通に、まあ、自分の思考がっていうのか、そう思考がだから、だから心の種まきに常に心がけるようになっていく、うん、それが我見だったらね、成果が上がらなければ意味がないとか、うん、ね、それでお金持ちになることが目的なんだとか、そういう自分をよく見せるために頑張っていく方向に、心、頭じゃないんですよ、心が向かっている状態が我見の方に向かってるってことなんです。それがなくなるっていうのは、我見がゼロになるわけじゃなくて、いや私はやっぱり心を清らかにして幸せになっていきたいなと、そういう方向に進んでいきたいと思えるようになったのが夜か、まあ、思想が仏教の思想として、まあ、そういうふうに定着した状態という。そう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 。でということは、例えばあ、それは夜かというのは聴聞をだけで生きる道なんですか。聴聞と経験ですね。経験です。うん、経験が必要です。あ、まあまあ、理解するためには経験が必要だと思うんですけど。はい。でそれで、まあ、思想的にもうプラスの方向に向かう、残っていくものに。うんうん、やっていきたいという思想に変わってるの。そうそう、思想に変わったら、うん、それが夜かって、もう明らかにね、明らかに違います。明らかに違うっていうのは、なんかその、なんていうの、そのブランド品をチャラチャラ身につけることになんか喜びを感じてる人を見て、なんで喜びなのって思っちゃうんです。うん、それが、いやあの人お金持ちになって羨ましいなあ、ああやったらきっとブランド品好きなだけ買えるだろうな、海外旅行も好きなだけ行けるだろうなっていうふうに思える段階は我見が問題になってる。人生の成功がみんなからチヤホヤされることだと思ってる状態が我見が問題になってる。残すことに、残っていくものを使いたいと思えるようになってると、もうそれは夜かに言ってる。そう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 、うん、だからこれは明確にそんなに難しくなくできるはずなんですよ、うん、仏教を聞いてる、ある程度聞いてる人はそんなに我見の方に向かってる人は少ないと思うんです。正しく聞いてたらそうなりますね。そう、正しく仏法を聞いてる人、それがプラスの方向に変わってる人はもう夜かに入ってるって。そうですそうです、うん、もう道になってるよという。そう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 、うん、それってでも頭の理解なので、死んでしまったら変わっちゃうってことですかね。いやだから本当に それが自分の心としてしっくりきてるかどうかってことです、うん、
しっくりしてれば次の章もそうしっくりした状態で状態で生まれてくる、まあ、生まれてくるっていうか、まあ、最初は忘れてるかもしれませんけど、はい、ひょっこりとあのそこの部分のアームのまたスッと、はい、そこまでいけるような状態になってきます。はい、そうです、うん、分かっていただけます。はい、これはね、これが良いからです。いい質問でしたね。